皆さんこんにちは。今日もまったりと冒険していきますよ。前回は塔が追ったってジジイが出てきてダンジョンへゴーでしたが、今回はご覧の通りのスタートでございます。はしょりすぎて意味わからんぞ。飛んでくるジジイもわけわからんが、どうやら克服の証を手に入れたようじゃな。まずはよくやったと褒めてやろう。すっごい上から目線なんですが、千里眼というやつじゃ。飛んできていきなり何言い出してんだ。まあまあご先祖様、ずっと一人で寂しかったんですよ。少しぐらいは付き合ってあげましょうよ。楽しそうだもんな、このジジイ。ご機嫌なおじいちゃんの話を要約するとですね、高まってきちゃったんであと3つ祠をクリアしないとパラセールあーあげないってことらしいです。いやいや、高まりすぎだろ。そんなに話し相手ができて嬉しかったのか。すんごい股間を見つめられてますが、ちょっと面倒ですがお宝も手に入るし早速行ってみましょう。閉ざされた大地、祠から出てくると再びご機嫌な老人が現れた。この大地には全部で4つの祠が存在し、その全ての祠で克服の証を手に入れた時、パラセールと交換してくれるという。高まってますね。祠を探すなら高いところから見回すのがいいと、再び塔の上まで登るように促された。シーカーストーンを使ってワープできるらしいが、というわけでまずは黄色のピンをつけた祠に行きたいと思います。この先に祠があるはずなんですが、壺だらけだな。古代のシャフト、古代の機械に使われていた部品、とても硬く今の技術では加工するのも難しい。何かの役に立つかもしれない。どこもかしこもボロボロですね。へ？はあ、ちょいまじ、ストープ。ちょっと待ってくださいよ。動くなんて聞いてませんよ。見つめ合った瞬間レーザーサイトで狙いつけて頭かっ飛ばす気満々なんですけど。少しは落ち着けって、まずは相手の動きをよく見るんだぞ。そうですね。私としたことが取り乱してしまいました。まずはこの狙いをつけてどんな攻撃をしてくるのか、見せてもらいましょうか。ちんたらしてたら吹っ飛ぶぞ。ちょっと怖いですが、思い切って、周りを走ってみますよ。いやー。いやー、ごめんなさーい。正面がダメなら、ダメなら、上から攻撃してしまえばいいのですよ、ふふ。ヒーローはいつも高いところから登場するもんでしょう？バカの間違いじゃないのか？勇者、行きまーす。あーん、ちょっと足りないし色々思ってたのと違う。ごめんなさーい、出直してきます。色々と試してみた結果、目ん玉を射抜いたらツボさんがいやーんいやーんするので、そこに殴る蹴るの暴行を加えるという結論に達しました。物騒な言い回しはやめなさい。っていうかどんだけ時間かかってんだよ。今持ってる武器ではこれが精一杯でして、しかもどんどん壊れるし、無視して祠に行くのが正解だったなんて今更言えません。あ、そろそろ終わりそうだぞ。今度はもっと早く倒してくれよ。いつか、できるように頑張ります。ジャーンプアターック？ふふ、決まったぜ。無理やりカッコつけるな、バカ。ごめんなさーい。じゃ、バシフの祠。後ろから失礼しますよ。他に何かないかとあたりを散策してたら夜になってしまいました。ここはツルツルしてて登れないようになってるんですね。変なのが出待ちしてるぞ。あ、全く嬉しくない出待ちなんですがこれは。しかも全く動かないし何をしてるんでしょうか。ああ、これはすっごい、すっけすけですよ。誰も見たくないし嬉しくないからやめなさい。いやあ、マニアックな方々がいらっしゃるかもしれないので一応取っておきますよ。ご堪能ください。この骨っこさん自体は弱いのですが、頭を壊さないと再生するみたいですね。めんどくさい相手だと判断して、これからは出会ったらカットする方向でいきます。カーッとカカド。それではここらに行ってみましょう。勇者、行きまーす。祠を訪れし者よ、我はジェ、バシフ、女神ハイリアの名に置き、試練を与えよう。破壊の力、ジェ、バシフの祠。
今回もアイテムがもらえるみたいですね。どんなおもちゃがもらえるのか、楽しみだな。リモコン爆弾。遠隔操作で起爆できる。爆風で魔物にダメージを与えたり、物を破壊することができる。丸型と四角型があるので、状況に応じて使い分けられる。とぉ。ボンバー。ついに爆弾を手に入れてしまいました。物騒なものをくれるんだな。むしろこんなものを使わないとダメなぐらいこの世界が物騒なんですよ。ここにも壊してくれと言わんばかりの壁がありますよ。ボンバー。気持ちいい。しっかりお宝を置いてくれてるとは、じゃさんもやりますね。旅人の両手剣。各地を旅する冒険者が愛用する両手持ちの剣、魔物との戦いではその重さを生かし、敵の構えた盾を吹き飛ばすことができる。両手剣とかもあるんですね。他にどんな武器が出てくるのか楽しみだ。でもすぐ壊れるんだろ？ダメージ高ければ何でもいいんじゃないか。夢もへったくれもないことを言いますね。ロマンはないんですか？そんなことを言うやつに限って、文句だけは一人前らしいぞ。ボンバー。でも確かに、所持数が限られてるから攻撃力優先にしないと生き残れない気がします。はい。空が飛べるはずー。ジャさんはお宝を奮発してくれるいい同志さんです。琥珀ちゃん。ハイラルで採れる樹脂の化石。美しい飴色に輝き、古くから装飾品や工芸品にも使われてきた。ジャさんこんにちは。前の同志と同じか？椎茸背負ってるし。前回違うって言われたじゃないですか。そんなことよりもポーズが違いますよ。ああ、確かに。でも微妙すぎ。試練を克服され、よくぞここまで。これは微妙ではありません。失礼しました。今こそ、女神ハイリアの名において、克服の証を授けましょう。またまをゲット。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんことを。同志様、お疲れ様でした。無事に東の神殿跡にある祠をクリアして、次に向かう祠は青ピンの方にします。と思ったんですが、途中に怪しい小屋を発見したので寄っていきますね。本が置いてありますよ。読める本なのか？一応文字っぽいのが確認できますが、何語かわかりません。老人の日記？嫌な予感しかしないんですが。人も近づかんこの大地では、わしの唯一の楽しみは料理だ。そして、今日ついに究極の料理が完成した。名付けてピリ辛三回焼きだ。この料理のすごいところは、体力回復はもちろん、寒い雪山でもポカポカで動き回れるということだ。これさえあれば、あの窮屈な防寒着など、もういらん。ふふん。だがなんとしたことか、肝心のレシピを書き留めるのを忘れてしまった。獣肉と、ポカポカ層のみを使ったのは覚えているのだが。他に何を使ったのか、どうしても思い出せない。わしも年を取ったものだ。人も近づかんこの大地では、誰かの知恵を当てにすることもできないが。もしその食材を教えてくれる者が現れたら、例にわしの防寒着を進呈してやろう。虚しい願いだとは思うが。以上、おじいちゃんの願い事でした。まる。それでは最後に、適当に料理を作っていきまーす。じじいの願い事はいいのか？三回焼きってことはおそらく肉と魚だと思うんですが、残念ながら肉を持っておりませぬ。なんだ作れないのか、仕方ないな。こればっかりはどうしようもありません。串焼き魚、キノコ添え。ピリ辛煮込み果実。串焼き魚、キノコ添え、かぶりましたよ。あ？ピリ辛スパイシー焼き魚。頑張り甘露煮キノコ。頑張り串焼き魚、キノコ添え。串焼きキノコ。
作りすぎですよ、ほどほどに。どこでも作れるわけじゃないからな。ゴーゴー串焼きキノコ。うわ、見つかった。転ぶの、くっさい小さな実。またねー。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録等々よろしくお願いします。それではまた次回、お疲れ様でした。